はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、私の夏のパジャマたちを大公開していきたいと思います。まあ見ての通りね、今も絶賛パジャマでお部屋着の感じでまあいるんですがね、もう本当にね、なんかパジャマとか部屋着が大量にあって、まあ、私は部屋着もパジャマも大体一緒なんですけれども、まあ、とにかくちょっといっぱいあるので、ね、それを皆さんにどんどんご紹介していきたいと思います。ということで、ぜひ最後までご覧ください。ということで、レッツゴー。はい、じゃあ今着ているこのパジャマはトトロのパジャマになります。可愛くないですか。これは T シャツワンピになっていて、まあこれがね、ほんと膝丈まであるんですよ。これすごくね、軽くてもう薄くて、で洗濯が乾くのも早いし、まず見た目が可愛すぎるのでめっちゃ使ってます。去年9点でこういう薄めのパジャマがいっぱい売っているサイトで購入しました。このトトロがさ、もうめっちゃ可愛くて、まあグレーだからね、ほんとにお風呂入った後とかもうべっちゃべちゃにね、ここ濡れてるんですけれども。めいちゃーん、まあ誰のモノマネをしてるか分かった方は、まああなたは生粋のジブリファンでしょう。で、実はこれを買ったサイトと同じところでもう一枚購入していて、それがこのパジャマになります。これ結構実はね、動画でも何回か多分登場したことあると思うんですけれども、ひよこちゃんになっていて、薄ピンクの T シャツワンピのパジャマになります。このパジャマね、どっちも何がいいかっていうとね、ここにねポケットがついてるんですよ。 T シャツワンピなのにめっちゃありがたいですよね。結構家でもポケット使うことって多いから、ここにねあるんですけど、便利です。まあ私はひなという名前を命名されているので、結構昔からひよこグッズとか集めがちです。次、同じジャンルで T シャツワンピなんですけど、こちらのミッキーの T シャツワンピのパジャマになります。これはね、多分ユニクロで購入したものになります。いくらかは忘れたんですけど、1000か2000とかだと思いますが、これもめっちゃ軽くてやっぱり涼しいので、もう夏はめっちゃ使ってます。まあミッキーがここにいて、この袖のねラインとかが可愛いなと思います。もう夏はさ、めっちゃ T シャツワンピ本当おすすめですから、皆さんもね T シャツワンピ使いましょう。涼しいし軽いし、洗濯もすぐ乾くし、もう寝やすい、楽、涼しい。でこれは同じジャンルかな、どうかな。じゃじゃーん、もうさ、カメラに映ってない、白飛びしてるんですけど、ネグリジェっぽい、だからワンピースなんですけど、まあパジャマになります。うん、これめっちゃ可愛くて、渋谷のあのスクランブル交差点のとこにあるロクスタンのお店の横の雑貨屋さんで2000円くらいで購入したパジャマになります。可愛いと思って買っちゃいました。まずこのキャミソールのところはこんな感じ、も伸縮性たっぷりの、もうめっちゃ軽い、いい感じになっていて、でこの胸元のところにはリボンがついていて、ウエスト切り替えになっていて、スカート部分はレースになっています。でこれレースになってるんですけど、ちゃんとね裏地もついているのでね、下着が透けたりもしないし、これはすごくお気に入りです。まあまずデザインが可愛いですね。やっぱなんか部屋着ってめっちゃデザインが可愛いとテンション上がりません？でもね、ちょっとジェラートピックとかは可愛いんですけど、ちょっと高すぎるからもったいないなと思ってあんまり買ってないです。まあちょっと思ってるけど。じゃあ次のパジャマはですね、こちら GU で購入した、ワンピースのパジャマになります。もう夏場は全部ワンピースです。これはさ、すごい、あのこのラインの入ったこういうサテンのパジャマって GU でめっちゃ人気で、私もね、ズボンがついた2点セットの方も持ってるんですけど、夏はこのワンピースも使ってます。これもさ、着た感じがほらこんな感じで、ね、海外のなんか男の子のパジャマ、海外の女の子のパジャマみたいな感じでめっちゃ可愛くて、袖もね七分丈になっていてすごく好きなんです。ただね、夏場はちょっとサテンは暑いのと、なんか水分をこう吸収じゃないけどくっつくから、お風呂上がりとかめっちゃ肌にくっつくんですよ。それがちょっと鬱陶しいので、なんかまあ羽織として使ったりもしますね。こういう T シャツワンピの時ってどうしてもね冷房つけたりすると寒くなっちゃうので、そういう時はこういうのを上から羽織ってます。はい、であとはね、やっぱ普通にラフに T シャツになんかもう体操服みたいな合わせたりもするんですけど、もう T シャツは本当にいっぱいあるから適当に使ってます。でまあ動画で紹介したことないやつで一例で紹介すると、まあこのユニクロとベルバラコラボのオスカル様 T シャツはもう本当5枚くらい買ったので5枚くらい使ってるし、あとはこのね GU のトムとジェリーとコラボしたやつの T シャツもいっぱい買ったので、これも使ってます。これはさ、ここにほらトムとジェリーがいるんです。もうトムとジェリーでね育った世代なんですよ。本当にカートゥーンネットワークとディズニーチャンネルを見て、私はね
青春時代を過ごしたので、も本当にトムとジェリーグッズを見つけてしまったら購入してしまうという感じです。やっぱりユニクロと GU のグラフィックティー率が多いですね。で、 T シャツの時はね、下は短パンを合わせるんですけど、短パンはめっちゃダサいんですけども、ちょっとびっくりするくらいダサいんですけど、しまむらで買った280の短パンになります。もうなんかすごい、ほらアップで見てもちょっとなんか23歳が履くパジャマとは思えないんですけど、こういうのが楽なんですよ。まあ夏場は暑いので、 T シャツにこういうショーパン短パンとか合わせることが多いです。これね、多分もう一デザイン、ルーニーテューズのやつがあります。ルーニーテューズも大好きなんです。いやー、やっぱね、ちょっと可愛いパジャマもあればダサいパジャマもあるけど、別に誰も見ないから大丈夫。パジャマなんか本当にね、居心地大事だから、もう本当着心地だけ終わり。はい、とまあこんな感じで私のルームウェア紹介は以上となります。まあやっぱり楽なやつが多いですね。まあちょっとこのトトロちゃん可愛いので、キュテンのサイトをちょっと見つけたら貼っておくので、ぜひ見てみてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。ベルバラ T シャツ可愛いねとか思ってるって思ってくれた方とか、自由のパジャマお揃いとか、トトロのパジャマ可愛いねって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いいたします。23歳にもなってキャラものばっかり似合ってないとか思った方、チャンネル登録と高評価お願いいたします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで、今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。